皆さんこんにちは、作曲家の近藤薫です。本日はですね、アコギ弾き語り初心者の、練習曲に向いている曲を、5曲ほどご紹介したいと思います。ギターのレッスンとかねやっていると、初心者の方から、最初どの曲が簡単なんでしょうかとか、どの曲が向いているんでしょうかみたいなね、話があります。もちろんね、好きなバンドの曲とか好きなアーティストの曲で練習したらいいよって、言ってやりたいんですけども、なかなかね最初から難しいコードが入っていたりとかで、うまく進まないなんてこともあるので、最初はですね、もちろん嫌いな曲は練習する必要ないと思うんですけども、割と簡単な曲で、この曲だったらなんか歌っていて気持ちいいからとか好きだからっていう感じで、まずね最初の曲は選んだ方がいいと思うんですね。なので、今日のね紹介する5曲で、もしくはね自分がやりたい曲がもしくはあればですね、ぜひその曲を選んで練習してほしいと思います。最後までよろしくお願いします。はい、アコギギター弾き語りの、初心者に向いている練習曲のご紹介ということで、向いているっていうのは、イコール難しくない、すなわち簡単な曲っていう、ね、捉え方でもいいと思うんですけども、でもちろんね簡単な曲なんて存在しないんですけども、向いている曲ということで、何をもって簡単っていう言い方を、するかというとですね、まず難しいコードを使っていないってことですね。簡単なコードを使っているということです。2つ目はですね、コードチェンジが、細かくない。すごいこう2拍とか1拍とかですごいこう早くコードをパッパって切り替えていかなくちゃいけない。これはねもう完全難しい曲なんで、コードチェンジが、少ないという曲ですね。で3つ目はですね、弾いていて、弾き語りなんで歌を歌うと思うんですけど、歌が主役だっていうのはねこのチャンネルではよく言っているんですけども、歌のふわりリズムと、ギターのね、こうコードのチェンジっていうのがですね、割とこう滑らかにというか気持ちよくスムーズにできている曲っていうことで選んでます。拍数がね全然違うところでこう切り替わったりとか、そういう曲は選んでないっていうことですね。この3つを基準に、簡単な曲というところで、選んでおります。あとね、世代によってはこの曲知らなかったっていう曲もね出てくると思うんですけども、簡単な曲っていう意味では曲を覚えてでもその曲を練習曲にするっていう意味はあると思うんで、ぜひね参考にしていただければなと思います。はい、それではまず1曲目いきたいと思います。1曲目はですね、ザ・ブルーハーツの青空って曲ですね。ご存知でしょうか。めちゃくちゃいい曲ですよね。ちょっとね最近の若い子っていうのはひょっとしたら知らないかもしれないんですけども、青空って曲を選んでみました。この曲はですね、キーが A というキーです。で A だとね、難しいことも出てくると思うんで、カポを2にして G で弾きます。はい。で、U フレットとかね、歌サイトをですね、参考に話しているんですけども、青空っていう曲が、おすすめです。この曲はですね、一番最初に簡単な条件に挙げた、コードチェンジが少ない。あと、コードがね、G というキーにすることによって、馴染みのあるキーがよく出てきます。ブラウン管の向こう。感じで今 G、Em、C と D っていうね、おなじみのコードが出てきましたが、これはねとてもコードチェンジが簡単な曲だと思います。歌っていてもね、気持ちいいしいい曲だし、練習曲には向いていると思います。はい、それから2曲目、2曲目はですね、彩香さんの三日月ですね。とてもね綺麗なメロディーのバラードですけども、これもですねコードが割とシンプルなコードで、コードチェンジもですねそんなにすごく速くないという曲で選びました。でこの曲は原曲が Bm、D っていうキーなんですけども、そのコードそのキーで弾いても簡単というかやりやすいんですけども、例えばカポを2にしてね、CAm っていうキーでね、弾いてみるのもいいと思います。これもね U フレットさんのサイトとかで、カポを2にして Am に設定するっていうやり方もいいと思います。ずっと一緒にいた二人で歩いた一本道。はい、ちょっとね女性の曲なんでキーが高くてあんまり歌えないですけども、すごく簡単で、こっちのストロークをこういうバラードはですね、今はっていう感じで弾きましたが、すごく簡単にシブで、ずっと一緒にいた
感じでジャーンジャーンって弾くだけでも全然成り立つと思います。簡単なコードでコードチェンジも、そんな速くなく、ストロークも、減らしても成り立つという意味で三日月を選びました。はい、それから初心者の練習曲に向いている曲3曲目ですが、辻彩乃さんの風になるっていう曲ですね。これはね、ジブリ映画の主題歌にもなっていて、知っている人もね多いんじゃないかなと思います。この曲は、オリジナル曲が、C というキーです。なのでカポンも使わなくてそのまま C で弾いてもいいし、何がまあ簡単というかやりやすいかっていうと、これも、コードチェンジがすごくシンプルです。 F っていう難敵のコードが出てきますが、まあどの曲もねハイコードっていうのはやっぱり1個は絶対出てくるので、この F ってやつを乗り越えたら、あとは C、Am、G とかね Em とかすごく簡単なコードが、出てくると思います。あと、キーもね女性なんですけども、すごくそんなに高くないので割と歌いやすいキーなのかなと思います。忘れていた目を閉じて取り戻せ恋の歌、青空に隠れているという曲ですね。割とねテンポはミディアムテンポで、今日の一番最初に紹介した青空っていう曲とね、このストロークの、リズムのノリは近いと思います。とにかくね歌は歌いやすいので弾き語りの練習はねはかどるんじゃないかなと思います。それがね、今日の5曲に選んだ理由の一つでもあります。はい、初心者の練習曲に向いている曲、4曲目ですけども、これは長渕剛さんの乾杯ですね。これはね僕初心者の頃に本当にまさに練習した、曲でございます。まあ、ちょっとね、少し前の曲なんで、最近の方はひょっとしたら知らないって方も多いと思うんですけども、すごい名曲なんで今から覚えても間違いないと思うんで、ぜひね聴いていただきたいんですけども、これもですね、まあ、三日月に近いのかな、ストローク、まあ、バラードな感じで、こっちのストロークはすごくシンプルでいけるってことと、キーがね D というキーです。D で、まあ、Bm とかね、正破コードは出てきますが、まあ、Bm はですね、以前このチャンネルでも前に紹介した簡単に抑える方法っていうので抑えると、回避できますし、このまま D というキーで、プレイすれば、大丈夫だと思います。固い絆に思いを寄せて男性の曲なんですけど、男性が歌うにはちょっと高いのかもしれないですけども、その場合はですねちょっと前紹介したね、半音を下げてみようっていうね、そんなやり方で歌ってもらえばいいと思うので、このままね D というキーで、練習ぜひしてみてください。はい、ギター初心者の方の練習曲に向いている曲、5曲目はですね、美和さんの光絵ですね。この曲ね、結構レッスンで生徒さんに、この曲を選びましたっていう方が結構多くて、そこでねコードなんか見せてもらったら、確かにすごくやりやすいねって、思うことが結構あった曲なんで、今日紹介させていただきました。これは何が簡単かっていうとですね、まあ、簡単というかキーがそもそも G っていうキーでカポを使わずに、すごくアコギで弾き語りしやすいキーっていうのが一つあって、あと A メロがですねずっと CGCG っていう、このコードで進んでいくんですね。だからすごくG の中でも Bm とか Em とか他のコードが出てこない、 A メロがすごくシンプルな構成になっています。で、譜面とか歌サイトとか見ると最初の C が C アドナインスっていうね、コードになっていたりしますが、これ C っていうコードでもね全然、大丈夫だと思います。理想現実ワンクリック、光の速度に変わって、感じでずっと CGCG っていう感じで A メロが展開していくという、そのねここがすごく、まあ、弾き語り初心者にとってはものすごく簡単な、簡単に乗り越えられる部分だと思うので、この曲を選曲させていただきました。はい、初心者に向いている練習曲5曲ということでね、まあ第1弾的な感じで今日はね5曲紹介させていただきました。ブルーハーツさんの青空っていう曲、それから彩香さんの三日月、それから、辻彩乃さんの風になる、で長渕さんの、乾杯
で最後に三輪さんの光へというね、5曲でした。まあ統一しているのは、コードチェンジが少ないということと、まあリズムが複雑じゃないっていうことですね。あとカポで、すごく簡単で、まあ馴染みのあるコードにできるっていうのも、一つまあ弾きやすい、理由かなと思いました。ちょっとね、まあ、こういう観点で、そのいろいろ楽曲を聴くってことがなかったので、ちょっとねこれからまた生徒さんの曲とかね、あのいろいろこう見ながらですね、あの練習曲に向いている曲第2弾第3弾っていう感じで、ご紹介できたらなと思っております。ぜひね今日の曲を使ってですね練習してみてください。はい、本日の話は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。